ゆっくりゲートに近づいて、ヒルドットを振り返って、最後にゲートに揃いました。スタートしました。ほぼ揃って出ました。オースタートウエスタンビジルですが、スタンパワして内から出ようという、M3 親子、あるいは4番のジングルベルロック、3番ジングレイク、先端グループを形成、そのうちの控えでウエスタンビジル、相手から12番のエフィールで、そして内からは7番のブレードプレスが、その後ろの集団、この集団25番コンテンプラリーを追い上げて、これから3コーナーのカーブ、2馬身後方、並んでの追走、内から3番チカリータ、6番のクリノサンデロ、1馬身差で13番スーパーライナー、3コーナー回っていって、内から接近1番テケマー2番で、その直後に2番の竹山が追走、外からは11番のオーバーエステ、最後コーナー中間に入って後方グループは8番モイサイク、外に9番のアストロノーシが最後方2馬身差、内から16番の名称マイカで、集団グループが固まってきて残り400切りました。抜け出てわずかにヒルレッジ先頭で4コーナーカーブから独占コースに向かいました。外に9番のアイムスキューが2番手に上がったけど3番手ヒルレッジ